とにかく暑い。暑すぎますよね。連日30度後半で40度を超える日もあるんですから、しっかりと暑さ対策をしていなければ、熱中症や脱水症状で倒れてしまいそうです。家に帰った直後は、室内に熱がこもっていますので、急いでエアコンの電源を入れてる人も多いでしょう。 ですがもし家に帰った時には涼しく快適な室温だったら嬉しいと思いませんかそれを実現するために自宅をスマートホーム化しちゃいましょうデジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたい。 そんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です。今回はスマートフォームの始め方についてお話ししましょう。リモコンを使えば対応している家電製品を操作することができます。 いつも決まったところにリモコンを置いておけば問題ありませんが、なかなかそういうわけにもいかず、リモコンを探すのに苦労した経験を持ってる人って多いですよね。そんなリモコン、管理するのって大変じゃないですかそのため、すべてのリモコンを一つにまとめることができれば、楽になる。 そう思ったことは誰しもあると思います。それね、できるんですよ。自宅の設備や家電製品をネットワークに接続して、どこからでも簡単に操作できるようにする仕組みがスマートホームです。家電量販店ではスマート家電と呼ばれる スマホで操作できる家電製品が販売されていますよね。そう。スマート家電に買い替えるだけで、スマートホームを簡単に実現できるんです。待って待って待って。あかあかあか。そんな簡単に家電製品なんて買い替えられへんて。ですよね。長年使ってて、そろそろ買い替える。 そういうタイミングでもなければ、スマート家電を導入できません。それなら、今使ってる家電製品を、スマート家電のような形で使えればいいと思いませんかそれを実現させるのが、スマートリモコンです。テレビやエアコンなどの赤外線リモコンを学習できる、 学習リモコンというものをご存知でしょうかその学習リモコンを Wi-Fi に接続してスマホアプリから操作できるようになっているのがスマートリモコンです。このスマートリモコンには特殊なセンサーを搭載している製品があります。センサーが搭載されていれば 検知した情報をスマホで確認したり、その情報を元に家電製品を操作できる機能が搭載されてるんです。温度センサーや湿度センサーを搭載していれば、室温を確認できるだけではなく、一定の室温を超えた時にエアコンを自動的に動作させることもできます。また、 照度センサーを搭載している製品なら、部屋の明るさだって確認できるんです。もちろん、シーリングライト、電灯のオンオフだって可能なんですよ。ですから、スマートリモコンを購入するなら、センサーを搭載していないと、あなたが思っているような使い方ができないかもしれないということなんです。 このように家電製品を一元管理してスマホで操作できれば便利になるんですけれども調理中や洗濯、買い物帰りなど両手が塞がっている状態ではスマホを操作できません。それなら音声で操作できるようにすればいいんです。スマートリモコンを スマートスピーカーと連携させれば、テレビつけて、電気消して、冷房を25度に設定して、このように声をかけるだけで家電製品を操作することができるようになります。スマートリモコンを購入すれば、スマート家電に対応していない家電製品を便利に使えるんですが、 気になるのはスマートリモコンの価格でしょう。特にセンサー付きともなれば高額だと想像してしまうかもしれませんが、おおよそ1万円前後で購入できます。1万円前後で生活の利便性が高められる。そう考えれば安い買い物かもしれませんよ。 デジタル教室では毎週木曜日のお昼12時に聞いていただけるようにポッドキャストを配信しています。さらに毎週水曜日には過去に配信した内容を再編集、再収録した形で YouTube ミュージックで配信しています。また、IT やパソコンの用語解説を毎日 YouTube のショート動画でも配信していますので概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室からあなたに、プラス、ワン。